坂本半次郎、坂本半次郎、坂本半次郎、1882年3月2日から1969年7月14日は、明治後期昭和期の洋画家である。1882年、明治15年、福岡県久留米市に生まれる。同じ年、同じ久留米に生まれた画家の青木茂がいる。坂本は10歳になると、地元久留米在住の画家。 森三美に指示して絵を学んだ。高等小学校に上がる頃には、絵の腕前は相当なもので、振動ともてはやされたという。坂本の父、金三郎は、久留米藩の中級武士であったが、坂本が4歳の時に死去していた。金三郎の長男で、やがて課長となるべき長兄、林太郎が、京都の第三高等学校に進学したため、次男の半次郎は、 進学を諦めざるを得ず、高等小学校を卒業後、5年ほどはもっぱらが作に、時を過ごした。前述の森三美は、久留米高等小学校の図画教師をしていたが、他校へ転任するにあたり、坂本を自分の公認として指名した。その結果、坂本は1900年、明治33年、母校の図画代用教員となった。その頃、 ライバルの青木茂は東京で絵の勉強をしていたが、1902年、明治35年、徴兵検査のため、郷里に戻ってきた。青木は坂本に東京で描いた絵を見せたが、この時、青木の画技の上達に驚いた坂本は、自らも上京して絵を学ぶことを決意し、わずか数ヶ月後には、青木と共に上京して、小山翔太郎の不動車に入った。 坂本の満二十歳の時であった。1907年、明治四十年、北重康村が第一回文典に入選している。1912年、大正二年、第六回文典に出品した薄れ日は、夏目漱石が高く評価したことで知られている。1914年、大正三年には二か改装率に参加。九1921年、 大正十年に突出し、シャルル・ゲランに支持する。しかし、フランスに着いた坂本が見せられたのは、名だたる巨匠たちの絵ではなく、その自然であった。かつて印象派を生み、育んだ明るい光と風に虜になった坂本は、その柔らかい色彩は、より明るく、鮮やかさを増した。1923年、大正十二年の、ブルターニュは、物の形を、単純化し、 色彩を重ねることで表現され、写実を超えて見る者の,の想像力へ訴える画法へと進化を遂げた。坂本はこの画法を用いて、肖像画にも挑み、同年の帽子を持てる女は優しくしかも強さをも秘めた存在感を持つ女性を描き、本場の画家たちから高く評価された。1924年、大正13年9月に、郷里の久留米に戻り、以後は、 東京へ戻ることはなく、修正九州で制作を続けた。1927年、昭和2年の放水路の雲は、フランスで身につけた手法で、地元の風景を筆写したものである。1931年、昭和6年には、友人の高校教師、梅の蜜を、青木茂作品のコレクターとしても知られるの援助で、福岡県、八女の梅の宅の林地にアトリエを建立。 ここが、以後の制作の拠点となる。1942年、昭和17年に、第29回二下美術展覧会では、坂本の還暦記念特別陳列も開かれ、一つの部屋に、坂本の21作品を一挙に展示され、それまで未発表であった1927年、昭和2年に描いた、母像も公開された。第二次大戦後は、 梅原龍三郎、安井宗太郎と並ぶ、洋画界の巨匠とみなされるようになる。1954年、昭和29年、毎日美術賞。1956年、昭和31年、文化勲章を受賞。1969年、昭和4年、87歳で没した。墓所は、八女市無料樹院。坂本は代表作。 水より上がる馬をはじめとして、馬の絵をよくしたが、第二次大戦後の柿、栗などの生物や農名をモチーフにした作品、最晩年の月を題材にした作品も、それぞれ独自の境地を開いる。青木茂とは、同じ久ルメの出身で、少年も同じことから比較されたり、並べて論じられることが多い。文学青年でロマン派だった青木に対し、坂本には、 学者肌のところがあり、優れた絵画論をいくつも表している。常実のように、坂本が状況を決意したのは1902年、明治35年のことで、帰省中の青木から作品を見せられた時であった。幼児から、振動ともて生やされていた坂本は、青木のガニの上達ぶりに驚嘆し、絵の面で、青木に追い抜かれてなるものかというライバル意識から、 状況を決意したとするのが通説である。同じ1902年、明治35年の11月から12月にかけて、坂本、青木茂及び、同郷の画学生、丸の豊の3名は、連れ立って、群馬県妙義山、新州小室方面へ、スケッチ旅行へ出かけている。青木が1911年、明治44年、満28歳で死去すると、坂本は、 青木の遺作展の開催や、画集の観光のために奔走した。坂本にとって、青木は、無二の親友であるとともに、中世その存在を意識せざるを得ないライバルであった、ようである。坂本の死後、遺品の中からは青木が学生時代に描いたスケッチ、等の未発表品六十数点が発見された。坂本がこれら青木作品の存在を誰にも知らせず、 数十年にわたって秘蔵していた理由は明らかでなく、様々な推定がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。